久しぶり。久しぶりです。じゃあちょっと自己紹介を。アナスタシアです。出身はロシアです。ロシアで今日はね、ちょっとすき焼きを一緒に食べようと思って。めっちゃ楽しみにしてます。生卵大丈夫？あ、全然大丈夫です。飛騨牛っていう美味しい美味し和牛なんで。そうそう。でもう一人来るんだけど、ちょっと遅刻してるっぽいからさ誰だろうね、遅刻してるやつ二人で行ってもいいんだけどさ、それはそれでなんか怒りそうだし、とりあえず待っとこうか。そうですね。お待たせしました。はい、遅れてきました。遅れました。誰でしたっけ？ランナです。ということで、まあ、あの遅刻したところはちゃんと取っといたんで、そのまま使うからさ。じゃあ今日はすき焼きを食べるんで。今日そう、超楽しみ。すき焼きどのぐらいぶり？覚えてないぶりぐらい。覚えてないぶり。高いからなか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 食べれない。あ、でもそういうところは多分食べたことない。マサシはこんな感じかな。同じぐらいです。え、2人ともどうやって知り合ったの？なんか私は自分のチャンネルで、まあ、いろんな可愛い子を探して。可愛い子探して、あ、俺と同じじゃんそれ。俺も可愛い子ばっか探してるけど。ちょっと違う。で、あのインスタで見かけて、じゃあうちのチャンネルに出てくださいって声かけて、それで出てもらってって感じ。すごいです。出身はロシアのサンクトペテルブルグとグラスタンダル。あー、でも近いよね、そしたら。いや、全然近いです。多分全然違った。1200キロぐらい離れるの。今日はサンプルがあって、で、クロスサンダルは南下の方。あー、そうかそうか。え、めっちゃ綺麗。あー、めっちゃ素敵だけど、ね、あんま他の場所でないと思う。違うんだから、これは食べれないから。飾りだけ。いや、食べていいけど。いやだ。違う。はい、コンビニのね、ということで、炙りアツタン。こちらがタッキー、シャトーブリアです、ね。はい。で、こぼれいくら分解になります。はい。やばい。黒いやつもない。え、キャビアじゃない？キャビアとウニと、カノア。多分キャビアだと思うよ、それ。不思議な味する。初めて。ロシア人なのに。ロシア人。そうそう、でも私も日本に来てから初めて食べた。あ、本当？深井にもそうです。あ、そうなんだ。日本に来て初めて。そうそう、だって高いもん。高いけどね、確かに。でもヨーロッパの方って結構缶で安いやつは安いよ。あとチューブで売ってたりとかするし。どう、キャビア？美味しい。うん、美味しい。しょっぱい。うん、わー、タイこれ好き。タコとわさびが入ってるから。わさびもまた入ってるの？タコわさとイクラが入ってる。イクラは好き？イクラとタコは大好きだけど、わさびは苦手です。ほんと？ちょっとあれも入ってる、あの、金箔。あ、金箔も入ってる。うん、うん、美味しい。高級。うん、めっちゃいい。お酒が進むね。もしお酒があれば、うん、ないんだけどな。うん、残念。こちらのお肉ですね、これから調理させていただきます。肉寿司です。これ1個ずつなんで、じゃんけん勝った人が決められるね。じゃんけんに行く？間違いなくこれが一番美味しいとは思う。知ってる。どう考えても3人でとりあえずじゃんけんしようか。3人？2人だけじゃなくて、あれ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 。嘘だよ、冗談。いや、いいよ、3人。いや、いいよ。それ面白いよ。面白い。俺は選べなければいいじゃん。うん、そうだね。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、さすが。アナスタシア、どれがいい？これ美味しそう。まあ、これ一番いい。2番手はこれかこれだからね。いや、アナスタシアイクラ好きだから、超絶対食べたいでしょ。いや、でもイクラあるからね、こっちに。そうだね。これが一番やばい。はい、オッケー。じゃあ、いったな。最初はグー、じゃんけん、ぽい。わざと負けてあげたんだよ、俺は。絶対ちゃうでしょ。なんか、でかすぎて。あー、やばい。めっちゃ美味しそう。一口で。
これはね、これは絶対うまい。どれ選ぶの？いや、これでしょ。ええっ、何？やば、おいしい。やば。俺はね、え、マキタから何も選ばないじゃない。1個ぐらい壊せろよ。5個あるんだからさ。じゃあ2人で。これはちょっと表面少し焼いてる、炙ってる感じなんで、これはこれで美味しいとは思う。え、じゃあどっちが出てみたい？え、なんで？いいよ、自分で選んでよ。どっちでも美味しいと思うよ。え、だってさっきは一番美味しいやつ食べたでしょ。でも私も食べたやつもめちゃくちゃ美味しかったから、だからどっちが美味しかったか知らないから。2人とも譲り合ってるね、なんか日本人みたいに。待って俺食べようか。いや。おクラまだ残ってる。いくら俺だと食べる。多分無理だよそれ。乗せられないでしょ。いくらと生肉。いただきます。でかっ。おお。一口でいった。めっちゃリアクション面白い。うんうんって。食べにくるって言ってる。どっちやねんみたいな。いくらと肉は合う。うん、でなんか寿司っぽい。あ、寿司っぽいんだ、うん、じゃいね、めちゃめちゃいいね。これもう卵はかき混ぜた方がいいですか。はい、お願いします。はい、じゃあかき混ぜよう、卵。はい、美味しい。なんでそこまで美味しいの。なにこれ、めっちゃ美味しい。めっちゃ柔らかくて美味しい。じゃあ、いただきます。やば、これはやば、もう止まれない。一人当たり3枚は当たり。やば。めっちゃ甘いねこれ、うん、うまいね、うん、わー、めっちゃ綺麗に映ってる。6S 古いね、なかなか。そうですね。カメラあまり良くなくて、私、まあ、これ持ってますね。レブ全然。あ、これはいいんじゃん。それはすごい。これだと取ろうかな。キャノン。本格的なカメラ持っててすごいね。今日は友達と撮影します。あ、そうなんだ、うん、カメラマンもやってるし、モデルもやってるみたいな感じだよね。カシャ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 、すごい。めっちゃ連写してんじゃん。あ、いいね。雰囲気もいいかもしれない。マジで、ちょっとそれ後で送ってよ。レア気味で。オッケー。こちら、きしめんと。
ご飯は私はできるように大丈夫か。あ、じゃあその辺置いていただければ。大丈夫です、大丈夫です、はい。若干レア気味で。うん。言葉が出ない。いや、やばい、やばい。これもいけるかな。うん、多分何個か。まあちょっとキノコはもうちょっとやった方がいいかもしれないからね。豆腐？うん。めっちゃ怖い。あ、すごい。欲しい。欲しいね。はい、すいません。うん、なんかただの飾り。うん、全然味も。うん。牛肉のしぐれ煮、これはご飯と一緒に食べると美味しいやつ。うん、いやー最高。ちょっとしたらすごい美味しい。でしかも味付けはね、うん、しょっぱいと思ったらすごい甘い。うん。ちょっと気になった。甘いって言ったら気になった。辛くない。辛くない、辛くない。甘い。うん。うん。アナスタシアは日本にどのぐらいいるんだっけ？1年です。1年か。あ、これから日本に、うん、まあ長くいたいみたいな感じ？まあそうです。日本に住みたいです。日本に住みたい。ああ、うん。一応ビザは、モデルビザは契約は大体1年です。はいはいはい。から、それなんか契約終わって、一回帰って、その、戻ってきて、また契約して。ああ、なるほどね。する感じで。でも前回やった時にもう来月帰るっていう話だったよね。そうそうそう、そんな感じで。でも帰る日はちょうど大使館なんか、あの、なんだろう、事務所の人と一緒に大使館行って、あ、ドリルって言われて、それで、まあ、結局帰んなくて、ね、そうそうそう。ああ、よかったね。でもね、だけ帰ってしいだけ結構暑そう。いや、大丈夫。いただきます。めっちゃ仲いっぱい。でも今日は何も食べてないって。それでも逆に何も食べれないから、なんか狭くなっちゃう。ありがとうございます。今日何も食べてない。わざとたくさん食べれるように、ね、そう、私も準備してきた。そう思いながら、それでも大丈夫、今日ジムも行ってきたから。完全準備したんだ。640カロリーぐらい食した。その前に遅刻ついたよ。いや、準備した割には。まあいいけど。面白い。うまそう。でもそうでもない。美味しい。キノコ大好き。あ、キノコ好きなんだ。うん、ロシアもいっぱいキノコあるもんね。ね、ロシア人もみんなキノコが好きだもんな。料理はいろんなあるから。で、キノコだとどういう料理になるの？スープとか。それで、まあスープもあるんだけど、焼きポテトとマッシュルームとなんかいろいろ混ぜて、サワークリーム加えて。あ、そうなんだ。なんか何、どういう普通にアルミホイルとかでくるんでるのかな。そう、そのままフライパンで。そうそうそう。ごちそうさまでーす。めっちゃ美味しかった。美味しかった。美味しかったです。もう超幸せだった。今日は。そう。今日超可愛い。お腹いっぱい二人とも。いや、お腹いっぱい。最後デザート結構大きかったもんね。デザートちょっとびっくりした。4種類も出てくると思わなかった。そうだね。はい、で、皆さん、実は私も YouTube をやっておりまして、
で、あのラナの晩酌っていうチャンネルになりますが、そちらではいろんな、まあ、かわいい女の子とかをゲストとして誘って、で、まあ、文化の違いだったりとか日本好きな理由だったりとか、まあ、そんな感じのチャンネルをやっています。あ、インスタやってます。まだ YouTube しかやあ YouTube, やってる YouTube やってないですけど、うんうんうん、なんかやるはつもりっていうか、あ、本当予定あるんです。オッケーオッケー、ぜひインスタフォローしてください、うん、インスタとりあえず概要欄に貼っとくんで、はい、お願いします。はい、じゃあ今日はありがとうね。ありがとうございます。